毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあ今回ですが、今ね、限定武器ガチャ来てます。で山崎の武器がメインで、ケーモンのね武器が来てますね。でスペシャルガチャではなぜか山崎がね来てなくて、まあ、先月は、ギース、ケーモンと同時にスペシャルガチャも来てたんですけど、なんか今月はねケーモンの武器だけ復刻が来まして、スペシャルガチャ来ないというね謎の現象が起きてますけど、一体どうなってんすかね。この後にスペシャルガチャが、来るのかわからないんですが、まあ、今回の動画は山崎、ケーモンねバトルを行こうと思ってます。一応生配信で、武器ガチャ回しまして、そのままケーモン解放してバトルは行ったんですが、まあ生配信やとね見にくい見にくさもありますから、まあ、今回この動画でねちゃんとバトルを検証していこうと思ってます。でケーモンの内容ですけど、まあ、ちょっとおさらいしましょうかね。まあ、そんなに、難しい内容じゃなくて、もうシンプルですね。SMAX ドリルなんですけど、必殺技の見た目がねこんな感じで、ギロチンかドリルどっちかが出るみたいな性能ですね。あのレオナの S マと一緒ですね。レオナブレードか、スラッシュセーバーどっちかがこうランダムで出てくるっていうね内容になってまして、なんでドリルが出たからってこう効果が変わるとかではないです。でこの SMAX ドリルの追加効果が、味方の状態異常、解除1人ねと、怒り回復があります。味方サポートがついてますね。これは山崎らしくないんですけど、この S マによって味方サポートが、つきました。で一番ね強くなったところが3発目、の確率がですねこれがね変わってまして、まあ、前までそのマックスの、状態やと3発目打つ確率がね 60% やったんですけど、この SMAX にすることによって、ここがですね 80% まで上がってるんですよね。これがねめちゃくちゃな強化、めちゃくちゃ強いなと思いまして、まあ、ほぼ言うたら3発目を打ちやすいっていう感じの、性能になっていますね。なんで、まあ、どんどんこの溶血を入れていくキャラなんですけど、必殺3回目が安定したらね、かなり強いなっていうところで、その後にねなんとね4発目を打つ可能性も出てくるんですよ。これ啓蒙ならではの効果なんですが、まず1回目が必殺打って2回目は 100% 回復で、3回目が 80% の確率で打ちます。4回目以降がですねなんと 30% の確率で必殺をね、打つ、まあ怒り回復ですね。だから怒り回復があるということに、なります。でこの 30% の以後も、また 30% で必殺をこう打てるっていう性能ですから、まあ、うまくいけば10回とかねまあそれうまくいきすぎやけど、でも可能性はあるっていうことになるから、言うたら3回目以降の怒り回復が 30% でずっとこう回復するっていうことになりますから、まあ、かなりこうねロマンある内容になってますね。恐ろしいキャラにほんまに仕上がりました。で、この溶血の、パーセンテード自体も伸びてまして、15%30% やったんですけど、これが 20%40% とね溶血を入れる数値自体も伸びてるんですよね。なんで必殺をこうどんどん打ちまくって溶血を入れまくっていくっていうキャラで、まあ、ほんまに攻撃特化なキャラに仕上がりましたね。ただその反面、この山崎 S まで溶血抵抗が、つくのかなとか思ってたんですけど、その辺の、強化が一切ないです。言うたら相手の山崎にめちゃくちゃ厳しいっていう内容になってるから、相手の山崎にこう溶血をがっつり入れられたらすぐやられてしまうっていうね弱点もあるんですよね。だからその辺はねこうまあ諸刃の剣と言いますかね、まあ、そういうキャラ、めちゃくちゃ尖ったキャラになってますね。なのでこの啓蒙ですね、武器ガチャ自体がまだあと3日間ありまして、まあ、結構その人によっちゃね山崎の啓蒙微妙じゃねみたいなこと言ってたんで、まあ、その辺を今回、まあ、検証というかしていこうと思ってますが、まあ、僕自身はね、全く微妙と思ってないっていうか、これもうテキスト見た瞬間これ絶対開けなあかんなと思って、もう言うたらこれはもう必須やなと感じたんで、もう速攻でね、武器ガチャの生配信もやりまして、もう開けてるんですけど、まあ、それぐらい僕にとってはこの啓蒙は、テキスト見た瞬間にめちゃくちゃ恐ろしいなと思いました。まあ、人によっちゃこれはだから確率の問題やからそんなに強くなってないんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあそれも間違ってはないですね。言うたら運ゲーによって必殺が発動しなかったら、まあそんなにね強いっていう効果が感じないかもしれないけど、実際にその発動した時、やばいっすよ。
4回目5回目がこうどんどん発動して溶血を入れまくっていったら、もちろんそれは恐ろしいことになっていくから、まあ、その辺はこのやっぱ啓蒙の強みなんじゃないかと思っております。ってことで、サーバーカンフレンドバトル行こうかね。そうやな、今回ねどうしようかな。戦う人まあ大体は決めてるんですけどね、リオさんか、マサカズさんもねいいかなと思ってます。マサカズさん行こうかな。やっぱ前リオさん行って負けてたんで、リオさんにリベンジしようかなと思ったんですけど、マサカズさんもねなかなか、内容的には面白いかなと思うんですよね。でメンバーがアッシュ、ミス X 山崎クローネンでロックギースなので、メンバー的にもいい感じかなと。戦闘力はね300万ほど、僕の方が下回ってますが、先制値買ってるんで、この山崎啓蒙は特にね先制が大事なんで、初ターンでこう一気にね溶血をこうゴリゴリに入れていければいいんじゃないかと思ってますんで、まあ、結構いい戦いになるんちゃうかな。ということで、正和さんね、ちょっと行かしてもらいましょうか。山崎 SMAX がどんなもんかっていうのもね、これで見れると思いますから。じゃあ、戦闘開始をしました。さあ、では見ていきましょう。SMAX バトルね。山崎はどうなるのか。で、正和さん自体は、山崎 SMA が前の生配信の時は開けてないって言ってたんですよね。ただ今回開けているかもしれない。もしかしたらね、武器はもう取ってるって言ってましたんで。山崎早速撃ってますね。さあ、ドリル2発目。3発目の確率は 80%。80% 溜まっていく。さあ、これがエスマの強み。溜まりやすいですね、やっぱり。あ、ちなみにストライカーね、今変えてます。かなり大幅に変えてます。今、デュオロンとね、サイキ使ってて。これなんでかというと、山崎やっぱ先制取ってもね、撃てないことがあるんで、ストライカーでこう援護しないと、必殺をね、撃てないことがあるんで、サイキは必須かなと思って。あともう一体今デュオロンにしてるんですけど、これは、ルガール ST を生かすためにちょっとねいろいろこう考えながらやってます。まあその辺に関してはまたね別で説明させていただきます。でさっきのターンあれやな、山崎ギースの反撃で麻痺してましたね。せっかく先制取って3発目いったんですけど、それが、無駄になってもうた。やっぱ初ターンはね先制取るならば、がっつりこう溶血を入れたいところですね。ちなみに正和さんはマックスのままやな、ギロチンのままです。エスマではなかった。早速山崎に飛んできた。やばい、これこっちの山崎が、4割ぐらいですかね、溶血してますね。これがほんまに恐ろしい。やばい、3発目来たら大体飛んでくるからな。それほんまに怖いっすね。だからマジで山崎を倒すのは山崎しかいないっていうね。さあこっちもワンガン溶血を入れていきたいところ。ちなみに初ターンはロックに3割ほど入ってるかな。やっぱロック厳しいかな。だいぶ溶血によって厳しくなったんちゃうかな。山崎マジでロックキラーですからね、ほんまにこれ溶血が怖い。さあ、ルガール来ましたね。これです。このルガールの発動をねやっぱさせやすくするために今ストライカーこういろいろ考えてるんですよね。前使用してたこの京都イグニスやとルガールが出てくるのめちゃくちゃ遅いんですよ。だからちょっとねこれも考えながらやってます。さあエスマドリル、いいね、踏みつけていく。これが、新しいドリル。さあここはベニマル。さあ3発目打っていく。これはギロチンか。お、あれこれ4発目か。ちょっと見てなかった。これが3発目かな。ちょっとすいません、見てなかったな。今の 30% 取ったのか、それとも今のが3発目か、ちょっとはっきり見てなかったけどね。まあどっちにしろ 80% は取れてるっていうことね。まあ、これでかいよね。やっぱり3発目が 60% と 80% えらい違いますからね。でさらにその後 30% でまた打つかもしれないっていう強みがありますから、まあ、この啓蒙はかなりね強いかなと思ってます。さあ今日 ST 来ました。ここで攻守逆転入るよね。さあこれが強い、このベニマル、攻守逆転めちゃめちゃ強い。さあこのターンで山崎がっつりね必殺打ってほしいところ。レイジングストーム、陣王剣、全員ゲージ溜まってますね。さあクローネン、イケバネッサ、そしてドリル1発目、2回目は 100%。 うん、そしてこの 100% の効果でクローネもゲージ溜まる。さあドリル、うん、ここ 100%、 次 80% ね。 80% 取っていく。さあ 30% 取れるか、いいね。 30% どうないか、さすがに 30% 厳しいが、しかしロックの溶血がやばい、やばいマジで。 80% ぐらい溶血してるよ。これは山崎やっぱりねロックキラーやな。だいたいロック使ってる方ロックに飛んでくるもんな。そういう性能ですからね、そもそも山崎の必殺自体がそういう性能なんですよね。溶血になってないキャラを狙うっていうね、めちゃくちゃやらしい性能。そしてバネッサ、インフィニティパンチャー。ミス X は1回は踏ん張ってるけどね、
ミス X にも飛んでほしいな山崎。やっぱりミス X キラーでもあってほしいからね。もう最近はようやく、この脅威が収まってきたかな。やっぱ山崎が来てからかな、まあ、それまでほんまにねミス X は強かったんで、やっとっすね、やっとこう収まったっていう感じ。さあギース、エスマ、まさかずさんがでもこれ山崎エスマ開けてたら全然戦況変わると思うんですけどね。マネス反撃、しかしやっぱ先制がだいぶ有利になりましたね、この山崎の登場によって。今後はその辺が新しいキャラでね変わっていくのかもしれない。さあ麻痺しまくってるベニマルも未だに活躍しまくってます。ベニマルもこれメイテン君がいなくなったら大暴れですね。この麻痺環境が今になってめちゃくちゃ刺さるっていうね、めちゃ刺さってるもんなこれ。強いよねこの麻痺は、2回解除せなあかんから、その辺がやらしい。さあミス X をも止めているテルミドール、さあここはバネッサ反撃、まあ、この戦いで1回ぐらいはあの確変みたいですね。山崎の 30% で4回目打つっていう性能ですけど、それが見れないとこのエスマーの強み生かせてないんでね、まあ、もちろん3回目打つ確率が 80% になってるから、その時点でだいぶね強いんですけど。さあルガール飛んでいった、これは確実にワンパンしていく。このルガールのダメージも恐ろしいですね。ミス X2 回目の踏ん張りかな。そしてデュオロンストライカー、フュージョンブラスター。さあドリル1発目、2発目は 100%、 その前にクローネ挟んで、ギースまひってるな。レイジングストーム反撃来るということは踏ん張り入れたんかな。さあ2回目、3回目 80%、 ここぐらい取ってほしいで。さすがに380% 通していく。さあ山崎に飛んでいった、これが一番えぐい。4回目の必殺はなかったんですけど、山崎に飛んでいったからだいぶ溶血入れたんちゃうかな。今ちょっと HP まだ見れてないですけど、山崎やっぱね防御力がほんまにゴミなんで、これもう必殺飛んでくるとほんまにやばいことになるよね。あ、そんなにでも入ってないな、思ったより入ってませんね。3割ぐらいは入ってるけど。さあインフィニティパンチャー、 15% か 40% かっていうとこっすもんね、溶血ダメージって。なので、15% の方選択されたんですかね。選択というか決まってるんかな、どっちになるかは。さあここは今日 ST ね、かなり、溶血によってダメージを与えてると思うんですけどね。ロックともう山崎がだいぶ厳しそう。反撃ね。さあインフィニティパンチャー、ギースのエスマもやっぱ強いね、羅生門は。ぜひね開けたいんですけども、ダイヤが厳しすぎる。もう天井なんで、マジでハンターハンター並みに天井なんで、ほんまにね天井しか行かないもんなんで4万4000台ぐらいなくなったから、武器2個で前のやつと合わせてね。だからちょっとねこれギース羅生門、無理かな。もし神引きしてたらね、もちろんギースも行ったんですけど、でも羅生門やっぱ強いからね、マジで。特にやっぱこの山崎のドリルと相性がいい。羅生門はこの溶血入れまくったキャラに追撃するのでかいからね。さあドリル2回目、3回目きっちりやな、 60% 通していく。今のところ正和さんも3発目だいぶ発動してるけどね、 60% なんでね、そんなにポンポン発動するわけじゃないと思うんですけど、今のところは結構全ターン来てんちゃうかな。さあ絡みきオーバードライブ、 X はテレミドールからの、ですよね、矢を止め、そして青い花の前に鬼ハンモンで反撃していく。さあこの反撃によってまたロック踏ん張ったんちゃうかな。さあ青い花、かなり展開的な僕が有利に見えます。あ、というかギースやばない、こっちのギースやばくないかこれ。え、めちゃくちゃ溶血してるやん、今気づいた。これやばいな、山崎によって溶血がめちゃくちゃしてる。 80% ぐらい溶血してるぞ、今気づいたわ、これやばいぞ。え、やられた、うわー、ギース5ターンでやられた。そら溶血あんだけしてたらやばいわな、マジで。リオロン参戦しました、そんなとこに落とし穴があったか、やばいぞこれは。早々に倒していかない、やばい。さあギースに飛んでいく、ギース溶血抵抗3回持ってるよね、3段階。しかしその3段階もう使ってしまったら、その後はどんどん食らっていくということやな。さあ 80% 通していく、ロックはもう HP ないぞ。 30% 取った、 30% 初めて取った、これがエスマの効果。さあ確変突入か、確変は1回だけ、まあまあでも十分ですね。一発打てると打てない全然ちゃうからね、今ので溶血しっかり入れてますもんね。まあ、これがやっぱエスマよ、 30% をどれだけ取れるか。
まあそれ以前に 80% をね取りやすくなってるっていうのも強いけどね。ほんまにだから攻撃特化なキャラになりましたよね。今日 ST 来ました。さあクローネンディオロ反撃するんですが、ディオロもうちょい仕上げようかな、これどうしようかな、今後ディオロねまた戻そうかなっていうふうに思ってるんですけど、ストライカー、うーん、やっぱルガール ST を生かすには京都イグニスやと発動がめちゃくちゃ遅れてしまうんよね。だからその辺がちょっとね今困ってるんですよ。やっぱルガール ST 強いから使いたいんですけどね、今ほんまに試行錯誤してるっていう中ですね。さあバネッサ反撃、 X は今2回ですかね、踏ん張りは相変わらず強いな。踏ん張り2回やったらまだ倒せないもんね。即死まで持っていくのかどうかですね。さあここはバネッサ反撃かな。うん、来たアレップ剣。さあギロチン来ました。1回目反撃か、ディオロン反撃していく。2回目は 100% ですね。絡みてオーバードライブからの2回目ね。3回目の 60% 取れるのかどうか。ディオロンダメージゼロにする効果いいな。結構山崎に対して効果的やな。あのギロチンをねゼロにしたらだいぶ強いね。さあ3回目どう。その前にああ来ましたね、 60% ずっと取るな。正和さん強運ですね、ずっと 60% 取ってる気するけど。ここでベニマルの麻痺が発動、ピュルティドール。さあ X も麻痺している。 X 麻痺はだいぶでかいね。やっぱ青い花打った時にシールド貼りますから、スキルでそれを防げるだけでもめちゃくちゃ強い。さあ絡めてオーバードライブ、うん、次6ターン目かな。デュオロン頑張ってるよ、一旦生き延びた。さあここでルガール ST 出てくるんで、これで確実に3度目の踏ん張りですね。もう踏ん張りはできないはず。3回確認しました。さあドリル行け山崎、1回目 100% から次は 80%、 これはドリルのエスマだ。 80% 通せない、マジで。そうか、そういう時もあるんよね、 20% を引いてしまうっていうね、そういう時もある。そこが残念ですけどね、まあしゃあないかな、確率の問題なんでね、まあ、そこはしゃあない。安定力はやっぱないよね、そういう意味で言うと。ほんまにギャンブル性能というか尖り切ってるよね、性能的に。溶血抵抗がつかなかったのもそういうとこちゃうかな。このね、そうやって確率に任せて必殺を何回も打つかもしれないという代わりに自身は溶血食らってしまうっていうね。やっぱこれででも溶血抵抗ついたら X 超えますからね、当時のね。あんなもう壊れキャラ量産したらあかんで、ほんまに。それはもう僕もずっと言ってるんですけど、そんなもん誰もが山崎入れてな無理やんってなるから、やっぱり溶血抵抗はないっていうのは、ある意味弱点として面白いんちゃうかな。溶血これ効かなかったらもうどうしようもないでしょ、山崎相手にいたら。さあ必殺打ってきます、ギロチン2回目。3回目は打ってくる、 60% 通しまくるで正和さん。まあでも4回目来る心配ないんで安心かな、エスマじゃないからね。その辺は結構見てる方は安心かも。さあここで絡めてオーバードライブ、結構これギースがいないけどやられてるか。あーベニマルやられましたね、クローネンだけになってもうた、やばいぞ。さあ7ターン目です、再起ストライカー。これは山崎エスマが頑張ってほしいけどな、これはちょっと勝ちたいよ。だってまさかずさんエスマちゃいますからね、やっぱそこはやっぱこっちが有利なはずですけどね。さあドリルもうこれさすがにロック厳しい、溶血しまくっている、HP もうなかったねあれ。さあロック倒してるね。ちなみに正和さんのギースもかなり溶血してますね、抵抗がもう、ないんかな。さあこれ3発目やね、80% 通しました。いやー来た4発目 30% 通していく。さあ核変突入5発目来た、 30% えぐい、これがエスマ、しかも1発山崎に飛んでいってるんでだいぶ溶血入れたか、これはこれはえぐい。しかもちょっと待って、ミス X 倒してるぞ、先に倒してるし、今山崎倒してさらに即死発動でポン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 キャラを倒していく。さあギースに即死、マジでこのターンだいぶ進展があった、これはえぐいな。おっとクローネンまで倒す、すごいことが起きた、なんだこれ、1ターンで4体倒したで、えぐ、ちょっと今のすごかったな。まずねミス X を普通に倒して即死じゃなくて、まあ、これも山崎の効果でしょうけど、
普通に倒して、その後に、正和さんの山崎に溶血をごっそり入れて、その効果でそのまま山崎倒して、次にアッシュが即死発動でギースを倒しました。でその後にクローレン倒したっていうね、すごいことが起きた。大暴れ。さあしかしここ7ターンだ。これ即死来るんちゃうの？もちろん来るよね。さあどっちだ、バネッサかギース。ギースじゃない、山崎ね。どっち？山崎だ。まあ頑張ったでしょう。でも山崎頑張ったでしょう。あんだけね溶血入れたんで。しかしバネッサ残ってるんでね、これはもう、勝てそうですよね。山崎がやられてもこっちにはバネッサがいるっていうね、そんな安心感もある。そこが、山崎取ってよかったなと思うところ。山崎いなかったらバネッサに即死きますからね。さあルガール ST、 いいよ。ギガンテックプレッシャー。しかしこれアッシュはあれか、パッシブの効果で死なない、死なない性能ですね。ここはこのターンは生き延びる。何やっても死なへん。 HP だってないっすもん、今ないのに立ってますからね。 HP がないけど立ってる。なんか数円持ってたら死なないみたいな、そういう性能があったっすね。まあでもこれは確実に次のターンで倒せるかと思います。さあ鉄球大暴走、チャン後半参戦、テルミドール、いいね。ルガール参戦、おーっとバネッサの反撃で倒していく。ルガール参戦もね、なかなか見た目的にすごいいいっすね。さあこれはもう山崎いないけど残りのキャラたちが頑張っている。ケイオスタイドからの反撃はスキルバンされている。いいね、いいよ山崎、あんだけ受け継いれたらだいぶ活躍したな。さあここはもうさすがにこれはね、うん、リオロンストライカーいいよ、久しぶりに見たでこれ。さあカラミティオーバードライブ、イグニスはもう虫の息か。これでギガンテックで決めれないが、テレミドールで決める。いや山崎素晴らしい。まさかずさんにありがとうございました。お、はい、ってことで山崎啓門バトルでしたが、まあ僕は満足かな。これはやっぱりギャンブル性能っていうのもあるんですけど、やっぱ4発目5発目発動してましたね。あの時に大ダメージ取ってたんで、まあそれだけでも十分効果があるのかなと思います。で武器ガチャはあと3日間。ただねダイヤやっぱきついよね、本当にそう思うわ。もう山崎来て日本も武器取るとなるとダイヤきついんで、まあその辺はね招き猫マックス、回してから来月に持ち越しっていうのも、まあもちろんねそれでもいいと思いますし、今月も新しいキャラね強いかもしれないんで、まあその辺の兼ね合いですね。ただ僕はねもう結構厳しいな、ダイヤ的にもそうですけど、素材がねもう破片が今ね498、まあ、500枚ぐらいかなしかないんで、次のキャラもし行ったとしたらもう完全に燃え尽きるんでね、まあそこはマジでどうしようかなって思ってます。まあってことでね、山崎啓門はかなりおすすめなんで、まあ開ける方はねぜひ、開けてもいいんじゃないでしょうか。で正和さんはまだ生配信でねバトル行かさせてもらいます。では今回この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。